上下定分の理は、江戸時代初期に、朱子学の権威確立に尽力した、林羅山が打ち出した一学説。幕藩体制の根幹をなす、身分制度を正当化するための理論であり、宇宙の原理すなわち、理は、人間関係では上下の身分関係として、現れるという考え。はじめ京都の賢人寺で儒学と仏教を学んだ、林羅山は、慶長九年、 22歳の時藤原聖火の下で、総学を学び、慶長12年以降は、聖火の推挙で、江戸幕府に仕えた。羅山は、死の聖火が、朱子学以外の儒学に対しても寛容な姿勢を取ったのとは異なり、陸昌山や王陽明の学派を排除して、朱子学の権威確立のため尽力した。その羅山が打ち出したのが、上下定分のりである。ラザンは、 漢永六年に表した、次女、春干渉において、天は尊く地は癒し、天は高く地は低し、上下差別あるごとく、人にも、また君は尊く、真は癒し、貴族と記している。ラザンによれば、天が上にあり、地が下にあることは、時代の天変遺憾によらない絶対普遍の天理なので、あり、それは、君臣、父子、夫婦、兄弟など、 あらゆる人間社会の上下関係をも貫くものである。そして、死能交渉の身分秩序もまた、天理によるものであるから不変不滅なものである、と述べる。朱子学の理義説にあっては、理とは、本来万物の中に存在し、万物を存在たらしめる根源、原理である。従って、それは人間社会の中にもあって、人間関係を秩序づける原理、法則として機能する。 と、ラザンは捉えたのである。そして、ラザンは、常日の、春干渉において、国をよく治めるためには、上多持つため、高しと、その具体的な現れである、霊が、重要視されるべき、ととき、特に身分に対して、時系を強調した。ラザンは、宇宙の原理である理を極めれば、内に高し外には、霊として現れるトトととき、高しと霊が、 人林の基本であり、理と心の一体化を説いたのである。林羅山は、江戸幕府の徳川家康、秀忠、家光、家綱の将軍四代に仕え、その事項として、住所や師匠を講じて幕政にも深く関わった。その活躍は、官営書家経図伝、本庁津鑑などの伝記、歴史の編纂、武家書派と、書士派となどの選定、外交文書の起草。 朝鮮通信使の応接など多岐にわたっている。また、彼の努力によって、朱子学は幕府の政学とされ、彼の子孫は林家として代々朱子学を講ずる家として続いた。なお、ベルギー出身の歴史学者、ヘルマン・オームスは、その著書の中で上下定文の理において語られる、名文こそが徳川幕藩体制の原理と合致した。 徳川イデオロギーと称されるべきイデオロギーなのであり、その最も重要な部分を用意したのは、むしろ、朱子学者であると同時に、スイカ神道の創始者としても知られる、山崎安西であったと指摘している。ありがとうございます。